市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は地域の介護予防拠点、高齢者の通いの場について伺います。スタジオには地域包括ケアシステム推進室の上林志保さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今回のテーマ、地域の介護予防拠点、高齢者の通いの場というのはどういった場所なんでしょうか。はい、65歳以上の方が趣味の講座やおしゃべりなどの交流を楽しみながら、参加されている皆さんで体を動かして健康づくりや介護予防に取り組める場所となっています。市内では委託実施型の施設が11箇所、住民主体実施型が12箇所あります。全部で23箇所ということですが、すべてで同じようなプログラムを行っているんでしょうか。はい、委託実施型や住民主体実施型では時間や回数が異なりますが、さまざまなプログラムがあります。例えば片瀬地区のワイズでは、スマートフォンやタブレットの使い方を教えてくれる講座や、男性の料理教室、女性のお化粧やネイルの教室などを開催していますし、藤沢地区のみんなのサロンゆくりあんでは習字や写経の教室を、同じ藤沢地区の草の根藤沢ではリハビリの先生による健康相談や運動の指導、その他明治地区のローズマリーでは布人形や小物作りの教室が人気です。ここは料金が700円かかりますが、日替わりで体に優しい手作り料理が食べられます。全業地区のワイワイ全業は英会話教室なども行っています。他の施設は毎日行っているわけではないのですが、全業地区のホットスペースすみれは土曜日曜を除いた毎日午前10時から午後4時まで日替わりのようにいろいろな教室を開いています。あと睦合地区のデイスペースひまわりは合唱指導の先生による本格的な合唱を、御所見地区の雪の家すこやかでは絵手紙やパッチワークの教室を開催しています。デイスペースひまわりと雪の家すこやか、ワイワイ全業も美味しい食事を提供しています。本当にいろいろな教室があってとっても楽しそうですね。ちなみに65歳以上の方ならどなたでも参加していいんでしょうか。はい、お住まいの地区に限らず参加できます。ただしご自身で実施場所に来るなど、身の回りのことがおおむねご自分でできる方が対象となっています。初めて参加される場合は各団体に確認してからご参加してください。まず電話をしてからが良さそうですね。ちなみに参加料金はどのくらいかかるんでしょうか。はい、参加費として数百円かかることがあります。こちらもご自身が参加する通いの場の運営団体や法人に確認していただきたいと思います。そうですね、気になることは申し込んだ時に全部聞いてしまった方が良さそうですね。でもこのような高齢者の通いの場は今23箇所あるということですが、はい、市内どこに住んでいたとしても歩いて行ける場所に何箇所かあると生活が楽しくなりそうですよね。はい、市としては、住民主体実施型の高齢者の通いの場を今後も増やしていきたいと考えていて、年度ごとに運営団体の募集をしていきます。いろいろな団体が地域のために参加してくれて、独自の催しで盛り上がっていけたらいいですね。はい、上林さん、今日はどうもありがとうございました。